も TQQ です。今回は最近熱いキャスディを使っていきます。威力減衰が緩和されてからちょうどいい感じに強くなってて使ってて楽しいです。この試合は味方がラインハルトだったんで、ラインハルトとキャスディで正面ゴリ押し大作戦と、昔懐かしいラッシュの香りがする構成です。激しい前線の殴り合いが楽しい試合でした。ぜひご覧ください。エコーを倒すか先に。ラッキー。シャターあるねこれ。やばい、ワンパンワンパンワンパンファイアストライク。よしよしよし。でかいよ。さようなら。ぶっ壊せ。やばい。惜しい。これでも解けへんねんな。うえー、いかれた。レッドアイすればよかった。おほほ。オッケーオッケーオッケー。イモータリティフィールド使った。プッシュプッシこっち。ありがとう。ようやくいった。なんで俺な。ナイス。よかったよかったよかった。キャスディとハルトはマジニコイチ、ニコイチやからな。ラインハルトのせいじゃなくて、俺が VC で言うかヒール要求するか何かしないとそれは死ぬわ。俺はどうめい。あ、簡単っすよ。もう縦の裏にいるだけと見せかけてのやつが結構あるんで。16、36。あー、エコービームか。マジでやばい。危ねえ。
高台から出たいか。チャーす。あ、ゼニ出た。ゼニモイラってこと？ゼニモイラか。ペイロード止まんないっす。バリフラバンの感じで投げてた今。やばすぎるやばすぎるやばすぎる、ここ。ああ、頼む。オッケー、死ね。さすがに変えるか。さすがになんか違うわ。いいよいいよ、効果成功。あい、俺分かってんねん。ヒルカットしました。私エコーターンを、いや、めちゃめちゃ痛いやん、あれ。結構エグいことしてる。かわいい、楽しいからな。絶対倒せる。よし、エコーのコピーあるね。うまいなこの人。ボブ履けんかった。追い込みでボブ履いていいかな。あ、こ、エイム！無理だ。弾がね、いや、惜しい。なんか、なんでこなせれんの。バグってる。危ねえ。まだまだ全然危ないわ。勝てそう。耐えてる。言ってよ、言って。フィードを、大丈夫。ずっとなんか乱戦してた。あ、このエコの手うまかったね。ボブどんな溶け方したんやろね。ちょっと気になるわ俺も。多分これやと思う。やっ
ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃねっ。